やっぱここ重たいな。<laughs> な大丈夫かミュートしてねえぞ。クルーです。お願いします。何もねえです。上に誰か行ったな凄まじい勢いでこれはね死にます。死ななかった。 ナイス。ナイス。ナイス。はい、4。キッチンワキ誰だった ?4。あれ俺かなものすごい勢いで北上していかなかった。姿も観測できなかったんだけど。誰かいました。俺、俺じゃないんで出なかった人、人外ですよ。確かに。誰だジ人ガ一人見つけちゃったね。 よいしょ。貨物ゼロ。貨物一人。貨物。貨物終わ,終わりの六。六七。六七。六七三。ああ、もう地獄。六七三四。は <laughs> あ,あ、もう地獄。 一、二、ああ、地獄。おい、ね。ナイスボタンこりゃナイスだわ。ナイスです。白白白。今の鳴き声誰だ誰だえ誰ああ、運転同意のね、うなずき思考思考。どういうこと えー、宿舎前。単脇が多いない。マジでよかった。全部疑い1だったぞ。誰か来た。1、2、5、6、7、8と。中。竹を竹をボタン押すか。 竹を7個7滝手で直らないえっあ、七個かえっんだえ七 ?7 個今どこ最後れ今あのミーティングルームでボタンがやっと押せるようになったからよしを押すかってなったところ上自分が押したつもりだけれども上側にいるよ 上、死体が。そこにある。俺の横に <laughs> ちち。ちょ、ちょこりょ,ょ、ちょこりちょっと。めちゃめちゃ、ななこさんじゃん。あ、いや、まあ。じゃああ、人いる。人。を挙げていきましょう。え、うん、俺とまおくんとで、一緒にミーティングルームに上がっていって、そこに死体が。あるってこと,、えっと。えっとね。ごめん、ね、ちょっと説明をするね。はい、えっと、宿舎前で一人で湧いて、えっと、ダウンロードしていたときに、誰かがすれ。 上に行ってでえっと金庫ルームに行ったら竹雄君が右に行くのが見えて俺金庫のタスクを一つやったで竹雄君は右に行ってのを見てる、うん、だからミーティングに行ったんだなと思っててでその後金庫のタスクをやって宿舎前で7個と合流した合流だよねそうだよねで、うん、そのままミーティングに7個と一緒に上がって停電になったので、うん、ミーティング上がったタイミングかなで停電になったのでまあ じゃ、ああの、奥のタスクでもやろっかなと思って。えっと、ボタンの下側を通って、右側に行ったら、レポートが光ったので、押した。で、ななことは停電の時にも、どうなってるか分かんなかった。でも、殺さないよね。俺と、はい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 。あ、でもね、僕が宿舎通って、ミーティング入ってるんですよ。で、ななこさんと会ってるんですよ。最後。ああ、ミーティング。ごめん、最後に会ってるっていうのは、どこで。 上でえはこしてで上でなるほどはたそこってさメインシャワーかメインかなかった？別人これ。宿舎新発エレキメイン水か宿舎エレキ新発で忘れなったあれ。ああじゃあ僕しては七個さんですほぼ。えっと多分時間軸が多分バグってると思うけど。おじおじでも大丈夫？えっとまあいいよ大丈夫。いいですかしよねさんがまず無理でトタさんもシャワーにだか無理。トタさん置いてったはず。俺俺シャワー。 あれ、マジでバグってんの。あ、それ、俺。俺、俺。いや、もう、ごめん、ちょっと色。が色が、あれで、バグってるわ。申し訳ない。まあ、髪の色もね。いてるから。俺、フルコンネロちゃん、合ってる、アーカイブ。俺、多それ。で、秀音さんが、シャワーに置いてたら無理で、伊豆さんは、まあ、ワンちゃん、いけんだからベント使ったら。頑張れば。俺、はたさこと、貨物は、けやで。あ、そうです。そうです。うん、で、下回りして。下回り。は、貨物の方に、最後らへん、映ってるはずだから。届か。わ、ななこさんでいいですからね。僕は、七五三でいいですから。は ごめんちょっと俺はもう一回話させて状況的にうわもうこれっやばいです間に合わせ <laughs> ごめん好きにしてもらって構わないですけどおマオクは来ると思うけど俺はマオクと一緒上がってるからねそうなんだよね、まあ、はいすみません俺です,、まあ、すじゃあそうなんだよね俺と上がってんだよねそのまま切るんかなさすがに切らないのかなまあでも入れちゃったうんもう一回話を聞いてもよかったなでも入れちゃった うん一緒に上がって停電で切る理由って何なんだろういやすんません。はい、はいあ。入れちゃったんだけど、僕に入れた,た3票は 3> はい、終値<か>です。黒島さんと七子さんシュウんとナナコさんから。僕自身はその、さっきも言ったんですけど、宿舎からミーティングに停電中だけど、入っていて、上ルートで最後、ナナコさんを指認してます。うん で七子さんの行動的には右から走ってきて左に走り抜けようとするけど戻るみたいな動きだったから僕を見てないのがそもそもおかしいし停電中にボタン待機するんだったらボタンの上に待ってるべきだから七子さんは人口でいいと思って俺はほぼ対抗でいいと思ってるじゃあまあはたそこまで落としは一郎は落ちそうだないやこれ、うん、怖いのがはたさんって貨物脇からどうやってミーティングまで行ってる えと言ってるけど診察エレキメインエンジン宿舎。下なんや。大丈夫かないや、畑さんがマットやった時の見えやなと思って。畑びさん,び込んマットの時インポスターって誰ですか真央さんも全然あるし、ミーティングの入り口が,塞がなくな防げなくなるから、自分で言うのも悪いけど俺も入るし、うん。あ、でも無理じゃない。だって、畑里と菜々子さんの位置関係的に、伊豆さんが入る場合って。 あどっちかには見られるかね。真央さんがあるかどうかって真央さんの発見の仕方次第だと思うんだけど、真央さんって下側にいるんですかえっとね下が、えっと、ボタンの下側からあの停電だし、ボタンを押す前に、えっと、奥の数字のタスクやろうと思って、右に行って、行ったらひ光ったんで、おっとって思って、ちょっと引き返したタイミングあたり。だから右下、の右側にいることで。 ななこをつっといて、本当にあれなんだけど、俺と一緒にビターで上がってるから、そこで殺すの結構だなとは。思った。いや、ね、あまあ、全体戦、僕まで落とせばいいんじゃないですか。停電、ちなみに直したもんね。停電直した人、は誰。あ、アルトです。貨物。はいはい。一番左ね。そうです。<高>真ん中から順番に。はい。もう。もう一回言うけど、ななこさん、動いてたから、僕を見てない視聴なのがおかしい。うんうんうん。うん。 まシェリフ使用して、はたそこまでは落とします。はい。はたそこマットだった場合のみ、ちょっと怖いんで。超ヤバい。その場合は、その場合は落ちてない前提で、出雲でちょっと決めたいなと思うので、もう一回話しましょう。なるはい。出雲はどっちかになる。コンサシュネさんは、議論的には、出雲は若干マットとかあるかなと思ってるでしょうけど。出雲はマットないよ。手で直して

でサコマットじゃないかあじゃないんやったらまあ、うん、まあ、んじゃな,いなんかいいんな真央さんの死体値的にサコさ,さんか七子さん、どっちかは死体見ててもおかしくなさそうですよね。いや、七子さん絶対光ってておかしくないと思ってるボタンのね。どうだろう、ごめん、光ないかもしれない。ちはだって、ミーティングに入ったって言ってたよね。そう、死体から一番見子さんのことは見えてるけど、死体は見えてなさそうだったよ。 左から順に行くと、はたさこ、7こ、まお、うん、みたいな順で、ミーティングの左から順にいるみたいな感じになるから、はた、ねね、間にしたいかなと思ったんやけど。はたの場合は、もう単純に7子の話がうそ、7子を見たって話が嘘で、うんうん、停電の時に俺とすれ違って殺して出ようとしたら、あ、2人来ちゃったで、で、俺はそのはたが死人できてないので、7、うん、子に塗っちゃって、ラッキーってなってた可能性がある。うん だから一応この中で切れる可能性があるのは真央さんぐらいにはなってるそうだねそうだねさっき伊豆の2択になってるのってあれってん？えっと旗底がマットだった時に伊豆は切れるよって話そう最終メインで浮いてるんで一応弁当ですぐ飛んでっていうのができるなるほどねこれえさすがに大丈夫な畑斜がいやまあさすがに1はねそうですね真央さんがローで白白なんてことないですよね旗斜なんでそれは やばい。それで、まおさんが聞て、7子さんの横に死体があんでって言ってた話でしょ。七子の横ではないよ。あのなんか言うけど、ミーティングで七子は見失っていて、奥側に死体があったんで、なんだろうって言ってるだけだから。奥に死体があった可能性もあるのか、上にあると思ってたけど、まあいいやな。んか、そこさんが奥までタスクしに行ってみたいに言ってたような気がしたから、私はそこさんに入れちゃったんですけど。いや、あがてなあかもい。まあ、どっちにしろね、変わらないです。 できてる人確認したくて伊豆さんは俺目線ではできてると思っててアルコさんもできてるでしょ？あと実績のある方います？触ったとか触ったないです。オッケーオッケーじゃあアルネロ伊豆はマット否定がされてるという前提で一応考えておいてください。はいはいはボタン的にボタン的にトータさんめちゃくちゃ白いと思ってます。はいはい以上。はい。ありがとうネロちゃん。 トタさんインポスターですごめんなさい。皆<あ>殺しにします。エンジン来てもらってもいいですか <laughs> <laughs> めっちゃ強いじゃ冗談 <laughs> です。冗談です。なるほど。えー、イーズイズイズ。またそこはな この世で一番怪し早くしたぞ。ごめん、トータさん、ベッド入ったわ入ってないよトータさん、エンジンベッド入りました入ってないです。いや、入りました。あ入ってないです。言ってるから、私、クシャーキーで、クでャーキで、エンジン降りた瞬間にトータさんがベッド入ったんで意味わはありません。本当にすみません。あと、伊ズ、何あれオッケー、オッケー。 説明するとここですよ。アプロド残ってて、タスクが残りセキュート、エレキのタスクだけだから、テンポがアプロードやるよりセキュノがいいなと思ったから。あ、こんにちは。今、ワキだけ確認してもいいキッチンイおマオ。エンジンガールとトータスだね。だよね。 はいえー、アーカイブ赤目たしよねはー、うん、はい、はい、で俺と宿舎がフルコンさんまあアルトさんがインポッサーの可能性はあるかなと思ってたんですね。だからだってタさんが入ったい。俺ね友達さんがわいて速攻俺そのまま左入ってコミュニケーションのダウンロードに行ってるんですけど、うん、まあ可能性は高い。 サボダうソトモンデスヨアのインポサだったら俺に見られてるのわかってると思うんで。はい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 。そもそも入ってないから俺。いや、シェリフが言ってんのは無理やと思う。そう無理や。他ならぬシェリフやから。シェリフかなどうしたらいいの何の気も今の。はも座りすぎや。石表は入れとこう。 なるほど。ノットリさん、僕のタスク精査しぎだから、まあ別に白っぽいわけでもねえか。あれ何だったんだ。クンクン。ま <laughs> <未>だに <laughs>。うん。トータスは釣って終わらないということはニロが残っているか、えー、ニロが残っているか、まとか。 椅子。いや、ロックしちゃうなあ。だめだね。よいしょ <N. S 1> 危ない。さて。<laughs> ええー、しゆねさん。はい。はい。はい、<laughs> はいはいはい。<ん>的だったってことが。うん。してるって話ですよね。六、うん、人一路。 ダブル切るって起きてないよね。起きてない。ない。一郎、うん、で、まあ一郎で進行しないと無理か。まあ、はたならですね、まあおさんしろか。さすがに。うん、<laughs> まあそうね、はたなながろうろう、はたななでろうがあった場合は、まあさんはほぼなさそう。そうだね。うん、だったまあおさんは通報する意味がない <laughs> 言わなくていいから、まあ。ダブキルすればいいし。<laughs> うん。 まあ古めたあるといず、4択。うん。ある。パチンコするね、ろちゃん。いや、俺、自分の発言にマジで責任持てないんで、今日ちょっと。五、ねね、25%で当たる<や>、うん、そのマットアピーだとしたら、25%, も,し25も外しそうなんで、やめときましマットアピーなんだとしたら、<laughs> 多分俺が一番怪しくなるんだろうけど。うん あの俺湧いてそこ左に行っててトータスさんはど真ん中に突っ立ってたのしか見てないんだよね。俺知らないんだよね、その。一応左に行くアルトさんは見えていて、うん、トータスさんがファッと入ってったから、うんうんうん、上からネロちゃん、がみたいなだまあ貨物脇だったんだよね、あのー、なんだっけ。おにぎ切られたターンかな。うん、だからそこで内通できてなかったっていう線を追う感じになるかな、一応。 あとさんとトータさんって二人で貨物とか言ってたよね。赤部さんだっけあれ？あは俺はボタスさんと会いた記憶ないな。も俺も貨物ではないから別の人だと思だ、ねああ。もうバグっちゃってます。すみません本当に <laughs> <laughs>。ちなみに多分マオさんが今シルフと同格ぐらいの白一なんすけど。そうですね。どうですか？などう思ってます？今。うんいや俺の一からはそっちの精査は無理。 まあ印象地伊豆が怪しかったんだけどあの伊豆が怪しかった理由の大本をたどるとあの旗七の間に入る可能性があるってだけだからまあだからあとはあのくんくんが気に入らないぐらいで伊豆はちょっと伊豆のロックを今やっと黙ってといたおお俺打たないっす絶対はいオッケーああでも二本も入ってるああ入れちゃった入れた マオさんに入れました。ああど,どうしてえ、これタスクいけんのいけんじゃないこれいけないけどね。めちゃくちゃやばいよじゃあ俺。<laughs> アルトさんだったら殺して。お願い。アルトさん、俺のことを殺してくれ。イズ。6。67のやつか。4。あ待って。3どこ 三か、七六、七六三だっけ。三、もういい、地獄だ。四。ここどこだ、こアルトさん、俺を殺してくれ、頼む5。アルトさん、俺を殺して、お願い。アルトさん、殺して、俺を。六。七。アルトさん、俺を殺してくれ、アルトイース。 アルトイーズアルトイーズを残してはきた地獄だ終わんねアルトイーズねああいっぱいキル取られそう 違うのやばいねそれ赤めた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 カックピットアルトアルトさん違いそう赤めたよいしょアルトへへっ <laughs> 負ける <laughs>。負けはるなこれ全然負けれるよボタンが押されないよあー1試合かうん遠い昔に伊豆とアルトさんをエレキに残してきたけど遠い昔だから。 それなんかその辺には確かにごちゃごちゃいっぱいだけど。フルゴンさんとかもいた。俺もいた。俺はタスクが終わりました。全力で終わらせて。僕がラストする前にボタンを押ししまいました。僕が僕があと4。4! ミーティングに固まってんのと貨物かなこれは何だよ。余裕あるんじゃないですかね、多分ん。誰かボタンあるないあ、アルトがある。 ゆるむさんか。<laughs> 信じて。でも、アルトさん、動き。どうなんだろう, <laughs> う。動きしたよ。殺せるタイミングいっぱいあったけどな。とは思う。あのね。あの、伊豆さんにボタン負けて、フルコンさんにボタン負けて。あたさこさんにボタン負けて。ボタン。で、さ、<うん S 2> どういう経路でボタンを死ただ。<うん S 2> ネロちゃん。で、あと、手でこうでいい<え>。うん。 あのあとエレキでレバータスクが1個だけあるからそのレバーをやるそこでなんか伊豆さんとかフルコンさんを見る、うん、でそのままエレキからメインに上がって金庫のタスクを1個やってでミーティングに上がってフルコンさんとすれ違ったからミーティングの奥まで確認してボタンはいはいはいあじゃあフルコンさんの経路的に赤めた切るとこなさそうだから基本赤めた白でいいかなと思うてだなだからアルトさんつ でだめだったらフルコンさん公開処刑するしかないうか俺かあ違うか俺がもう公開処刑のがいいのかこのターンでいやまあ正直赤目たまおのタスクで1分半だからタスクの方が硬い気はするけどね,いねまおさん絶対終わるダウンロードとかないえっとねまあアーカイブの本片付けあれさ貨物の右、うん の上のさ、右側のやつっていや球じゃなくて、これ配線だっけその配線。左側ダウンロード。さあ、この配線が何回目なのかな覚えてる。こっちがこく側やな。どうすっかなでも、まあ、行くならアルトさんじゃないですかネロちゃんにはなるんだけどまあ、でもボタンないから。そうだっ俺はエンジン左側以外いないことにするね。じゃあ、アルトさん、じゃあ一応エンジン左側来てもらっていいですかチロだという自信があるなら。

いや見えてなかったら奇跡だなと思って髪切る通るなと思って適当に切ったらダメだったわ。ちゃんとそう真尾君が下行ったからさおにが上にいておにきパンって切ってボタンを押したらこれクソ髪切るになるんじゃないかなって確かにそうかたまたま停電直るのが遅かったせいで俺が見つけちゃったのか停電直したら柊根さんなのだったっぽい。ななんんんかかちょっっとさて いう話になっちゃったから言い出さないでさんがね配電盤とか右に来たのよ配線やったら。私じゃなかったっけと思ったけどちょっと自信なくなって。俺も自信ないんだすけど。俺が間違って俺が間違ってる。俺が間違ってます。すごいなこの子。いや全部俺が間違った。いやでもナイス進行です。トウさんがベッド入ってる方多分けげたから。ほら俺が悪いじゃないか。そうですよ。そうですよ。そうですよじゃないよ。